サンデークリニックこの番組は静岡県医師会静岡県医師協同組合静岡県医師信用組合の協力でお送りします。 皆さんこんにちは野地武彦です家族一人一人が皆健康であることは何者にもかえ難いものです健康で楽しく暮らしていきたいそんな皆さんの健康に関する悩みや相談にお答えしていくのがこのサンデークリニックです専門の先生から毎週直接健康に関する正確な情報を伝えていただきます今週はなぜタバコを吸い続けるのですかというテーマでお話いただきます 沼津市の阿部宮内科院長の阿部宮徳直先生です。阿部宮先生どうぞよろしくお願いします。阿部宮です。よろしくお願いします。タバコはいろいろな病気の原因になるとまあ聞いてきましたけれども具体的にはどういう病気のお心配が出てくるんでしょうか。代表的なものを教えていただけますか。はい。よく知られているものとしては肺がんや乳がんなどをはじめとした悪性疾患。 だんだんと呼吸が苦しくなってくる肺の病気である慢性閉塞性肺疾患 COPD あと脳梗塞や心筋梗塞などの脳血管障害や循環器系の病気などがあります。はい、タバコがいろいろな病気それも重篤な病気の原因となることは多くの方が少なくとも何となく分かってると思うんですけれどもねそれでもタバコを吸い続けている人も多いですよね。 これはどのように考えるんですか、はい、あの本日のタイトルのなぜタバコを吸いい続けるのですかということですすかととうこ本日はまず実際に野じさんをお相手に日頃の診療中における禁煙指導を再現したいと思います<ー>この中になぜタバコを吸い続けるのかということの答えがあります、はい、対話形式の方が分かりやすいかなと思いますのでお付き合いくださいはい わかりました禁煙指導ではお願いしますはい、はい、ありがとうございますじゃあ禁煙指導を行う対象となる方は様々ですタバコをやめたいから受診したという積極的な禁煙志向の方禁煙しようと思って受診したわけではありませんが咳や息切れなどの症状で受診しその主な原因がタバコであることが判明した方などです、はい、また禁煙するための薬禁煙補助薬 ですがまあ、そういったものを欲しくて問い合わせをしたり受診するという方もいるわけですが、まあ、現状、禁煙補助薬具体的な製品面でいうとチャンピックスですが供給不安定な状況で当院では処方できなくなっております<ー>それでは息切れを訴えて受診した患者さんを想定して始めささせてください、はい、私は実際には今はタバコを吸う習慣ありませんけれども。 患者役を務めてみますね。お願いします。はい、お願いします。今日は階段を上ったり、早歩きで息切れするようになったということで、野、え、地、ー、さんには受診していただきました。野地、はいえー、さんの今日の病気は、慢性閉塞性肺疾患と診断しました。はいえー、この病気については、あの来週説明させていただきます。えーえー、慢性閉塞性肺疾患と私、診断されました。はい、先生、どうすればいいでしょうか。 まずはタバコをやめることが最も重要な治療ですああまず禁煙ということですかはいタバコはやめられそうですかうん、これまでもですね何回かやめようとしたことはあるんですが実はその度に挫折してきたんですよ自信ないですねとい,うああということはタバコをやめようと思ったことはあるのですねあります何回もあります、はい、ということはタバコは健康に悪いということは分かって おられるということでよろしいです、ね。まあ、知識として、そういうものは、あの、得ていました。分かってます。で、はい、それと家族にも臭いと言われるんですよね。だから、家の中では実は吸えなくなってます。で、それから仕事場でも、最近ですね、喫煙所が屋外になりましてね。なかなか吸えないんですね。はい、そういう状況から、まあ、やめようかなと考えたことは何回もあるんですよ。えー、はい。はい、じゃ、タバコを吸うために、わざわざ家の外に出たり。 えー、屋外まで移動してタバコ吸っているということですね。まあそうですね。家族が嫌がるものをわざわざね、その屋内ですというわけにもいきませんのでね、うん。はい。えー、そうすると苦労してタバコを吸っているわけですけれども、それではなぜタバコを吸い続けるのですか。ええなぜか。うんそうですね。あの二十歳を超えてから。 ずっと吸い続けてきたその習慣と言いますかね癖と言いますかねそういうことでしょうねあ朝起きた時にタバコを一服する習慣があるということですねああそうですねまず起きてベランダで吸いますはい。はい、そうすると習慣なら変えられませんか例えば、うん、スポーツジムに行ってまずは腹筋から行うという習慣があるとしますそしたら背筋から始めるように順番を変えるとかは気をつければできそうですよねはい あと通勤路もいつもはこっちから行くけれども変更してこっちから行くようにするいつもの道と違う道から通勤するとかはできそうですでもタバコはやめられませんタバコを吸い続けることは習慣では説明できないですねうんそれは同じなんですかね習慣という意味では確かに同じですねはい、うん、なぜタバコはやめられないのかうん やっぱりあの仕事のストレスが大きいからじゃないでしょうかはい、うん、仕事が忙しいんですよね、はい、でも仕事のストレスを感じている人はたくさんいると思います、ええ、実は私もストレスをよく感じるんですけれども、はい、でもタバコを吸いたいと思うことはありません、はいまあ、私はタバコ吸わないんですけれども、ええ、この違いは何だと思いますか違いですか、はい、違いというとちょっと分かりませんね、はいはい ストレスを感じるとタバコを吸いたくなる人とそうではない人がいるということですね。あ、まあ確かにそうですね。<で>その違い、ストレスを感じても同じようにストレスを感じてもタバコを吸う人と吸わない人がいる。吸いたくなる人と特に吸いたいと思わない人がいる。これはなぜか。ごめんなさいわかりません。はい。はい。あのタバコをやめようとすることは タバコとの戦いだと思うんです<う>で、敵を知らずに戦いを挑むのはあまり得策ではありませんよね、はい、で、まず今日はなぜタバコを吸い続けているのかタバコのことをよく知って理解しましょうわ、うん、かりましたえ、タバコを吸い続けているタバコをやめられない理由はニコチン依存症という病気になっているからなんですほう。ニコチン依存症という言葉は聞いたことありますけれどもこれは病気なんですか はい。ニコチン損傷は定期的にタバコを吸い続けることで起こる病気ですタバコの煙の中にニコチンという依存性のある毒物が入っているのですがタバコを吸うと血液中のニコチンの濃度が急激にグンと上がりますしばらくするとまた血中濃度はどんどん下がります定期的にタバコを吸い続けていると脳内ではニコチンの血中濃度が下がった時に ニコチンが不足しているからタバコを吸いたいという症状が出すようになります。<ー>この症状を離脱症状と言います。はい、タバコを吸いたい感じ、イライラするとか集中できなくなるというのがその症状です。はい、私はこの脳の状態を、まあ、勝手にニコチン脳と呼んでいます。いい禁止薬物でいうところの禁断症状と、まあ、ほぼ一緒です。はい、この離脱症状が出ると、 タバコを吸いたくくてて吸いいいたくてたまらないということになるわけです、はい、そしてタバコを吸うとニコチンを含んだ煙が肺の中に入り肺から血液中にニコチンが取り込まれて急速にニコチンの血中濃度が上がります、うん、そうするとニコチン脳はニコチンが行き渡ってその離脱症状が消えてすなわち満足感が得られるわけです、はい、タバコを吸って満足したストレスが取れた集中力が戻ったという感覚が生まれるわけです まあ禁煙したい場合の敵であるタバコのことを詳しく教えていただきましたがそうするとね、雨宮先生タバコの中にストレスを取るストレスを解消させる成分が入っているわけではないということでしょうかはい、その通りです、うん、ニコチン依存症の人の離脱症状が取れるだけなんです、はい、これまでに定期的にタバコを吸ったことがない人すなわちニコチン依存症ではない人は 仕事や家族のことでどれだけ大きなストレスがあっても突然タバコを吸うなどということはありませんはい。タバコを吸っていない人がああイライラするからちょっと一服タバコを吸ってくるなどというのは聞いたことありませんよねその通りですね、はい、でもね私の場合はタバコを吸うと本当にストレスが減ったな気分が楽になるななんかリセットできるなっていうふうに思うんですよこれはどういうふうに説明したらいいんでしょうかはい。はい 仕事で困ったことがあってストレスを感じたときにタバコを吸ってそのストレスの原因が本当になくなると思いますか原因まではなくなりませんよ、ね、そうですよね、はい、で実際にストレスを起こす仕事上の原因はタバコを吸っても解決しません <laughs> タバコを吸って良くなるストレスは本当のストレスではなくて先ほど申し上げたニコチン依存症の離脱症状なんですああなるほどそういうことですか ニコチンの離脱症状が、はい、タバコを吸ったことによって解消されているそういうことそれに過ぎないということですねわ、はい、かりました、えー、理解はできました、はい、ニコチン依存症について、はい、理解ができたからといって即禁煙できるかというとそうでもないんじゃないかなと思うんですよねどうですかそ。そうですよね、はい、でもニコチン依存症を理解することは禁煙の第一歩だと思うんです<う>実際に 禁煙をトライしたことがあるということでしたけれども、はい、その時どうでしたかいや、実はイライラすることが多くなって、はい、我慢できなくて、いやこんなのずっと続けてられないよと思って、ですね1週間だけ我慢して、はい、その後再び喫煙は始まあと、ねはいら、はいそのイラ,イラしたのが離脱症状なんですが、もうこれからこの症状がずっと続くと思ったんだと思いました。はいはい でもニコチン依存症は必ず良くなっていく病気なんですそうですかえええどうすればよくなっていきますか禁煙を続けることです<ー>例えば、はい、禁煙を開始して3日の人がいるとします、はい、その人は今タバコを吸いたいと感じてると思いますか。うん、経験上とっっても吸いたいと思いたたす。ででは1ヶ月だらどううしょうか まだきっと吸いたいんじゃないですかねはい。一月の禁煙期間でしょ、うん、ですね、はい、では禁煙3ヶ月なら禁煙1年ならどうでしょうああ3ヶ月はまだちょっとわからないかなと思いますが1年も禁煙が続いたらばもう吸いたくないんじゃないかなと想像できますでは禁煙10年続けてたらどうでしょうか10年タバコを吸ってない人が タバコを吸いたくて吸いたくてしょうがないなんてことはないですよね。これはないと言い切れますね。はい、はい、そういうことでニココチン依存症はタバをやめ続ければ必ず良くくなっていくんです<ー>禁煙の最中にゴールが見えなくなってしまうこのままいつまで我慢するんだろうと感じると思いますが、はい、必ずニコチン依存症は改善し 離脱症状は警戒消失していくということを分かっていれば禁煙を続けるモチベーションが保てるのではないかと思いますタバコをまた吸いたいなという実は離脱症状が原因の気持ちはだんだん軽くなっていきますよということですねはいそうですおいや禁煙できそうな気がしてきましたでも先生ね、はい、いきなりタバコをスパーッとやめるのは私自信がないです少しずつ、はい タバコの本数を減らしていこうかなと思うんですがこの方法はどうでしょうかはい節炎または減塩というやつです、ね、そうすところでタバコを20本吸っている人が明日は19本あさっては18本と毎日1本ずつ減らしていくと20日後には0本になるわけですけれども、はい、そんな禁煙聞いたことありますかいや実際には実例として聞いたことはありませんねはいやっっぱり禁煙しようと思ったら すぐにスパッと禁煙するのが一番ですそうですかあの私の考えでは現在一日20本吸ってるんですけれども、はい、まずは一日にまあ節目ですって5本にしてみようと思うんですそういうことを考えてたんですが、はい、ダメですかそうですねあのもし5本に減らしたとします、はい、そうするとどうなるかまず目が覚めたら朝の一服を吸いますはい朝の一服おいしいですよね などうしてでしょうね空腹と関係がありますかああ近いですね<う>でも答えは寝ている時はタバコを吸っていませんよね、ええ、寝ながら吸う人はいませんので、はい、だからニコチンの血中濃度が低下しています、はい、最もニコチン脳がニコチンを欲しがっている状態なんです<う>空腹ってことですねニコチンの空腹、はい、ここにニコチンを入れてあげるとおいしい一服になるわけです、うん、そして朝食後にもとりあえず一服はい で午前中これまででしたら仕事の合間にちょっと休憩とか言って一服していたのですが今日は昼ご飯を食べるまでは我慢しようと、はい、午前中プチ禁煙をして、ええ、昼ご飯を食べたら待ってましたと美味しい服を吸うわけですはい。なぜ美味しい服なのかわかりますかこれは朝起きた時と同じ理由ですねニコチンの血中濃度がかなり下がったということですねはいそうです一、うん、日に四十本吸っている人は タバコを吸っている途中で他人に呼ばれたらはいすぐ行きますよと返事をして吸い途中のタバコを消します、はい、ところが午前中プチ禁煙した後に待ってましたと昼食後の一本を楽しみ始めた時に他の人から呼ばれたらあちょっと待ってくれよこの一本吸ったら行きますよと根元まで丁寧にしっかり吸うわけですそうでしょうね、えー、はい、はい、美味しいっ服だからですね、はい、そして夕食後にまた一服寝る前の 一服全部で1日5本になりました、はい、分かっていただけると思いますがこういうタバコの吸い方だとタバコを吸うというゴールを目指してタバコを我慢しているだけなのですほ<う>ある意味タバコを楽しんでいるということになります、はい、そしてこの吸い方はタバコを大切に吸います無意識に大きく吸い込んで吸い込んだら少し息を止めてしっかりニコチンを取り込むように吸うわけですはい で、人に呼ばれても、途中では消さない。本数が減っても、ニコチンの量は減らないわけです。ええー、ということは、タバコの本数を減らしても。健康にいいっていうことにはならない、意味がないということですか。はい、その通りです。これは、新しい視点ですけれども、よくわかりました。タバコをやめることができるような気が、だんだんしてきましたよ。うん、はい、でもね、あのうちに、あの。 カートンで買ってますんで、67箱残ってるんですよね。で、これを吸い切って、来週の月曜日からはいやめようと思います、はい。はい。タバコを吸うのはニコチン依存症です。はい、健康をタバコが害することえー、自動的に財布からタバコを買うことでお金が減っていってしまうことが分かっているからにもかかわらず、何らかの介入。はい、例えばあの。 を受けてレントゲンで肺がんですよと言われたとか心筋梗塞で救急車で運ばれたとかそういう介入がない限りは、はい、もうオートマチックにタバコを吸い続けるわけですニコチン損傷は、うん、はい、今日ここまでのお話でタバコをやめられない理由が分かって禁煙しようと思ったと思うんですよ、はい、すなわち禁煙する非常に強い介入が入ったということなんです、はい だからタバコをいつやめるかと言ったら今でしょってことになるんですもったいない気もするんですけどね <laughs> カートンを吸い終わるまで、はい、あのそれは終わってからではなくて今でしょ今やめることが重要だと思います<う>考えてみるとタバコを吸わない人からするとタバコって不要なものなんですよだからもったいないなどと思わずに捨ててしまって 今日かから禁煙するのははどううでしょいちょっと考え方を変えて禁煙に成功した未来の自分から見るともうタバコはこれいらないものですよねそういうことですわかりましたそういう発想でタバコは捨ててしまいますはいだから今日から禁煙をしますありがとうございますありがとうございますでこれをね周りの人に言わずに3か月禁煙達成できたら実はね 私禁煙したんですよで、こう自慢げに話そうかなと思いますどうでしょうかはいこっそり禁煙をして周りの人を脅かしてあげたい気持ちもよくわかります、えー、しかし禁煙するときに重要なことは宣言をすることなんですほ<う>やっぱ禁煙できなかったら恥ずかしいかなとかっていう気持ちが出てしまうと思うんですけれども、はい、もう自信を持って今日から禁煙をします、はいうん、もう昨日から禁煙していますとぜひ宣言してください 退路を断つということですね <laughs> いわばその方が禁煙できるということならば家族の前で禁煙宣言をして禁煙を始めてみます。はい、ということで、はい、雨宮先生のところに「まあはい、禁煙したいよ」というふうに相談に行くとこんなふうに話が展開していくんですか、はい、そして禁煙に導いていくということですね。はい、改めてて今出てきた会話のポイント どんなところでしょうか、はい、まああの今日お話した対応っていうのは、まあ、タバコをやめようかなと、まあ、積極的に考えている人の人向けの内容です、はい、でまだ実際には禁煙しようなどと考えておられない方にあまり突っ込んだ話をすると逆に虚偽反応が出てしまう<ー>逆効果が出ることもあります<ー>、まあ、実際には禁煙の指導では相手の様子を伺いながら タバコの害だけで話をめるような場合もあります。うん、であの外来受診の度にあの少しでもタバコの害とかの話をしていくことで禁煙率が上がるというデータもありますので、まあ、全員が全員タバコの話を最後まで聞いてくださる方前向きな方もいますしそうではない方もおられるので相手の状態せあの積極的な今禁煙を望んでいる方 そうじゃない方、そういったものを見極めながらあのどこまであまりあの積極的じゃない方に突っ込んで話をすると逆効果になってしまうこともありますのでその辺を見極めながら、まあ、説明していくことがで、まあ、コツコツと何回にもわたって説明していくことが大事かなと思ってますですから通り一辺倒ではなくて、はい、実際に禁煙というゴールに どのぐらいこう高い確率で導けるかということを大事に考えていらっしゃるということでしょうかねはいそうです最近は雨宮先生、はい、加熱式のタバコというのも増えてきました、はい、従来の紙巻タバコはやめるけれどもこういう新しいタイプのタバコならいいだろうと思っている方もいらっしゃると思うんですねこうした加熱式などの新しいタバコについてはどうですかはい まあ、加熱式タバコとは商品名でお話しした方がピンとくると思うので、はい、代表的なものを挙げますとアイコスとか、うん、プルームテックグローなどがあります従来の紙巻きタバコは火をつける、まあ、すなわちタバコの葉っぱを燃やすわけです煙が出ますで加熱式タバコは火をつけないタバコの葉っぱを燃やさないというのが特徴で煙が出ませんタバコを吸わない人が嫌がる煙の匂いがないため ななんとなく従来の紙巻きタバコよりも良いように錯覚させてしまう部分があるんですねでもそういったことでタバコ会社の方はニコチンやタールを大幅に低減しているというコマーシャルをしたり匂いがありませんということであの売り出しているわけですけれども実際に健康リスクが低いという証拠はありませんのでま決して勧められるものではないですタバコ同様にあのやめた方がいいということになると思います 加熱式とはまた違う電子タバコというのも出てきていると思うんですがかですか日本で売られている電子タバコは基本的にニコチンやタオルを含まないものです、はいまあ、しかしあの海外製品でニコチン入りのものもありますので、まあ、海外からの並行輸入とかで、まあ、日本で存在しないというわけではありませんので、まあ、必ず大丈夫と言えない部分もありますので、まあ、注意は必要です。うん ニコチンを含まない電子タバコだったらば、完全に禁煙をするまでの途中経過として。使っても大丈夫ですか?。いいですかどうですか?。ニコチン依存症という意味で言うと、うん、補助的には大丈夫です。<ー>はい。ただ、それが、あの。今お話したように、すべての電子タバコ。うん、あの、世界中にある電子タバコすべてに大丈夫と言えないところだけは、注意していただきたいところです。しっかりそこは見極めてくださいね。ねそうなんですね。はい。 ありがとうございました。来週も引き続き、沼津市の雨宮内科院長の雨宮徳直先生にお話を伺います。来週は、今日も少しだけ冒頭で名前が出てきた、タバコが原因となる代表的な病気、慢性閉塞性肺疾患について、詳しくお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 来週は引き続き沼津市の阿目宮内科院長の阿目宮徳直先生にタバコ病の王様 COPD 慢性閉塞性肺疾患というテーマでお話しいただきます。皆さんからの相談ごとまた取り上げてほしいテーマをハガキ封書ファックスで番組宛にお寄せください。お便りの宛先は郵便番号四二二の八六八零 SBS ラジオサンデークリニックの係。ファックスは零五四二八七の五五五五零五四二八七の五五五五。E メールはクリニックアットマーク digsbs.com i です。E メールは c l i n i c アットマーク digsbs.com i です。 番組のホームページは SBS のホームページの SBS ラジオの欄からこの番組サンデークリニックをクリックしてくださいご相談もそこから送信していただきます相談には必ず連絡先をお書き添えくださいね匿名希望の場合はその旨お知らせくださいどんなことでも結構ですので症状や不安なことなどできるだけ詳しくお書きいただければと思います皆さんからの健康に関する ご質問ご相談をお待ちしていますこれまでの放送についてはインターネット YouTube の SBS ラジオのチャンネルなどでご覧いただくことができますお相手は野ジ武彦でしたこの番組は静岡県医師会静岡県医師共同組合静岡県医師信用組合の協力でお送りしました静岡県医師会は 県民の皆様の健康を守るため4250人の会員が一丸となって努力していますが一番大事なことは日頃からの予防ですまた病気は早期発見早期治療が大切ですかかりつけ医の指導を守って健康で明るい家庭生活を送ってください静岡県医師会からのメッセージでした